千代が様城は、富山県富波市小川町省にあった、日本の城、富波市登録、ふるさと文化財の史跡登録地、富山城各カードナンバー41、標高334.5メートルの山城山山町部に、築かれた山城、飛行差は230メートル、北西約1.5キロメートルにあった、古市中国、小の城の爪城とされている。 山頂から続く日本の尾根城に展開しており、要所要所は堀切りによって区切られている。山頂部にある車は狭く、矢倉台であったか、その周囲には、急な切り岸が見られる。矢倉台から、章の城方面に伸びる尾根城に設けられた角は、最も大きく、日本の堀切りによって入り組んだ構造となっており、ここに面する箇所には、土類が築かれている。 矢倉台から、その反対に伸びる尾根上に設けられた核はその、両側を急な切りぎによって防備し、周囲に土塁が見られる。北側のふもとには、上平野の飲み水として使われたと言われる、小さな池がある。名前の由来は不明。昌平年間に、南朝方の越中守護、桃井忠常によって将の城と共に築かれたと思われる。大安元年8月。 越中国主語に任じられた柴義之が桃井忠常討伐を開始。これに敗れた桃井忠常はそのまま北朝方の吉見氏が治める能登国へと侵攻するも激しい抵抗に相撤退。次活ねの子、桃井直和は再び転じて加賀国主語、戸賀氏正まがよる加賀国戸賀史上を攻めた。能登国主語、 吉見氏よりの救援により敗走した直和は、ズは、腰中国一条寺城にこもるも追撃を退けられず、千代が様城へと退いた。吉見氏は追撃の手を緩めず、越中に兵を進め、王安2年9月24日、千代が様城は、腰中国井の口城と共に落城し、直和は、ずは、腰中国松総城へと落ち延びた。敗城時期などは不明だが、車の周囲に鳥を巡らせる。 当戦国期の特徴も見受けられ、当時の章の城の主であった石黒氏が改修して、使用していたことを伺わせる。廃城時期は戦国末期まで下るであろう。展望台案内板が建てられている。指定史跡ではないが、2011年に都並市ふるさと文化財に登録されている。また、都山城閣カードのナンバー41に選ばれている。ありがとうございます。